以前、アベプラス店のお世話になりました。出会いのソムリエです。彼氏にプロポーズしてもらうためにするべきことを男性目線で教えていただきたいです。フォロワーのみんなに布教します。失ったら損をするし、結婚相手としては今の人の方が得だよねっていうふうにどれだけ思わせるかなんですよね。で、女の人って、可愛いを売りにする人多いんですけど、可愛いを売りにした時点で、多分勝てないんですよ。可愛いっていう言葉って若いを含むことがあるので、なのでこいつと結婚しなくてももっと若くて可愛いやつとでも結婚できる可能性あるよねって男性はずっと思い続けられるんですよ。女性の場合ってその子供産めるかどうか問題もあるので年齢制限あるんですけど、男性って別に40歳とか50歳でも子供作れたりするので、なので可愛いを売りにしてる時点で多分負けなんですよね。なので、自分が人生を進めている上で楽であるとか得であるとか、多分そっち側の価値観にした方がいいんですけど、なぜか可愛い売りをして自分磨きとか言ってエッセに行く人多いですよね。なので、あれ全然負け越しコースなんじゃないかなと僕思ってますけど、はい。25歳看護師です。彼氏と入籍するのですが、彼氏の収入面が不安です。それ以外は満足ですし、自分が看護師なので自分が働けばいいんだと言い聞かせて、彼と一緒になる道を選んだはずですが、入籍が近づいてきてマリージブルーになっているのか、この人と結婚したら一生自分は働いて頑張らないといけないのかと友人に彼氏ができて、公務員とか聞くと羨ましいと思ってしまいますし、もっと他にいい人がいるのかなと思ってしまいます。どうしたらこのモヤモヤを払拭できますか？できません。マリージブルーってそういうもんなんで。そもそも論、不安を感じるような構造になってるんですよ、人間って。なので、多分彼氏が稼いでたとしても、じゃあ仮に彼氏が2000万稼いでましたと。で、2000万稼いでたとしたら、あれ？私と結婚する必要ないんじゃねえとか、そんだけ金あったら浮気とかし放題なんじゃねえとか、だって会社の社員で可愛い子とか全然いるよねとか、じゃあ今25だけど10年だったら35で、で、25のあなたが好きってことは、やっぱり25歳が好きなんだから10年後は25歳の社員に手出すんじゃねえとか、不安はいくらでも出ます。なので、不安が出るのは当たり前です。そういうもんです。不安がいない相手って、多分いるとしたら、無人島で相手が一人しかいないとか、もう石油王とか、要は他に代替の効かない人とかじゃないとないんだよね。ごく普通のことです。はい。要は欠点のないぐらいの彼氏っていうのがいたとしたら、あなたを選ばないです。浮気の可能性が 1% でもあるなら結婚しないって人いるの？まあでも浮気されたくないっていう人もいるので、そう考えちゃう人がいるんですけど、100% 浮気をしないっていう人って、多分無理じゃないですかね。トゥルーマンショーみたいな形で、この人の全生活がどこかで録画されてますみたいな人だったら、浮気の可能性ゼロにできるかもしれないですけど、乙武さんですら浮気するからね。なかなか難しいと思うんだよね。僕、乙武さんの状況で浮気をするのって。でも、だから、すいません、実名出しちゃって。なので、浮気をしない人って、いや、そういう状態だったら普通浮気なんかできないでしょって思う人でも一本大満足なんで、やっぱね、浮気しない人ってなかなか難しいと僕は思っちゃうんですよね。はい。知り合いの子が六本木のクラブで石油王と知り合ったらしく、1フライト5万円で CA をやってくれて頼まれて、来年から専属で作るらしいです。以前に海外の風俗の出稼ぎの件で何かあっても助けてもらえないということでしたが、今回の話どう思いますか？止めたんですけど、死んだら死んだでしょうって感じで本人は楽観的に考えてます。また本当にこういう仕事あるのでしょうか？検索しても情報が少なすぎるので、ひろきさん知ってることがあったら教えてください。本当に石油王だとしたら安すぎますね。1フライトって、海外とかで泊まりだとすると、普通に人を雇って、1日拘束したらめっちゃ安いので、多分石油王じゃなくて、単に石油を語ってる人が、クラブの姉ちゃんと5万円でやれるっていうのに騙されてるだけだと思うんですよ。本当に石油王の人だとすると、CA 雇わないんですよね。結局そのプライベートジェットって、ある程度運用をプライベートジェットの会社に任せたするので、なので CA じゃなくてただの愛人だと思うんですよね。で、ただの愛人で5万円ってめっちゃ安いので、まあ、石油王なのかもしれないですけど、本当に関係を作りたいのであれば、もっとお金払うと思うんですよ。できる必要ないんですよ。石油王の人って、お金持ってるんで、相場感もないので、なんだっけな、この話しづらいんですけど、某上場企業の知り合い、創業者の人で、たまたま石油王と知り合って、大阪にある某風俗がお好みらしいんですよ。性風俗って、中東違法なんでないんですよ。
なので、その某性風俗に行きたいっていうために、たまに日本に来るらしいんですよ、その石油王は。で、チップの単位が100万なんですよ。こいつよく頑張って、まずみんなに100万ずつと。で、よく頑張っただと200万とか300万で、要はその、彼にとっては1万円札、2万円札っていう単位が100万なんですよ。で、別にその彼にとってはそれがどうでもいい額なんですよ。100万大した額じゃないので、彼にとっては。なので、最低単位が100なんですよ。で、倍だったら200万っていうのが、僕が聞いたその石油王の話で、で、まあその上場企業の人も別に嘘つく必要ないので、多分本当にそういう話だと思うんですよね。なので、5万円だと多分石油王じゃないと思うんですよね。っていうのが僕の答えです。はい。